はい、どうも、秘密結社フェガム総帥ハッチでございます。今回は谷川岳ステークスということで、新潟11レースですね、リステッド競争芝 1600m、 こちらの予想をしていきたいと思います。まあ、土曜日の新潟メインということでですね、まあ、今回は、こんな感じでいきましょうか。今回の軸なんですが、ネット競馬想定5番人気4番プリンスリターン、こちらからいきたいと思います。まあ、対古馬初戦の去年の中京記念阪神での代替開催、まあ、こちらでですね、大敗した後新潟で、6着だったかな、5着だったかな、まあ、その辺ね、少しいい競馬ができたんですね。まあ、阪神で負けて新潟で来るこのパターン、まあ、そして古馬慣れが見込めるというかね、古馬対古馬のね、一息入れて次の休み明けとなった前走六甲ステークス阪神競馬場3着、新潟でまた着順を上げてくれるとすれば、ここは軸でいけるだろうというような感じでですね、まあ、持ち時計も上位、まあね、そういう馬ですからね、狙っていきたいと思います。まあ、そして1番人気2番の首里、まあ、2連勝して負けて2連勝して負けてっていうリズムで来てるんで、今回好走するパターンですね、狙ってみたいなと。まあ、休み明け一息入れて上昇が見られると思います。まあ、そして6番エントシャイデン、まあ、外目からさせればね、上がりの足にはね、定評があるというか、しっかり足が使える馬ですから、あとは休み明けリフレッシュしてということで、まあ、休み明け実績というあたり少し引っかかるところはありますが、この馬もね、紐には拾っておきたいと思います。そして7番のトライイン、まあ、前走ね、久々の好走という形になりました。まあ、これも外から差しては来れる馬ですね。新潟競馬場のね、うちがぐちゃぐちゃになってるだろうと、2開催目ってことを考えると、まあ、ここはね、狙っていきたいなと。福島の代替開催から連続で使っていることを考えると、ここはね、外差しの馬を狙っていきたいなというふうに思っています。まあ、そして8番ミラアイトーン、まあ、この2戦3着3着と来てます。まあ、そして去年の3着馬ってことだったかな。まあ、ここの新潟への適性も高そうだし、今の調子も良さそうということで狙ってみたいと思います。まあ、そんなわけでね、今回もこちらのこんな形でやっております。この同じ土曜日の京都のメイン G2 京都新聞杯および、まあ、今週の GYNHK マイルカップはメインのフェガム TV で、残りのね、オープン特別3歳1勝クラス、そのあたりはこちらのフェガムスポーツで予想を上げていきますので、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。以上、ハッチでした。